はこちら、子供文具の世界その2。文房具の仕入れの前景を握る男、ユーリンドー文房具バイヤー、マリタリョウジさんです。お願いします。よろしくお願いします。シャス、今回は嘘のないようにお願いします。はい、頑張ります。よろしくお願いします。まあでもね、プロの YouTuber じゃないんでしょうがないですよね。普段バイヤーをしたり骨折ったりしてるだけの人ですもんね。そうですね。トップバッターお願いします。ソニックのリビ学テーブルマットです。リビ学って何ですか？リビング学習の略で、リビ学、子供を部屋にこもらせると何してるか分かんないんで、そばで勉強しなさいと。消しゴムカスが飛び散らないような工夫がしてあります。ただそれだけのテーブルマットなんですか？うん。もうなんかツルツルっとした、あー、あれに似てる、浮き輪の素材だ。マリタさんの似顔絵描きますね。可愛い顔してんだよな。可愛い顔してんのよ、マリタさん。可愛いな、マリタさん。可愛い顔してんな。なんだろう、なんか何にも考えずに生きてきた人の顔してるよな。奥さんからはどんな顔って言われるんですか？顔について言われたことないですね。足の形が好きだとか言われたことがありますけど。描けました。メインはこっからですよ。消しカスを出さなきゃいけないんですよ。じゃあ申し訳ないですけど、ちょっとハゲさせてスルピカにしまして、消しカス出ましたよ。消しゴムカスが飛び散らないように両端が折り込みがあって立ってるんですよ。扇風機とかつけててもここで食い止められますもんね、はい、はいはいはい。それと勉強が終わった時にゴミ箱までまとうと思ってってひとまとめに捨てられる。使い終わったらボタンを全部外して、四隅のボタンを外しまして、内側を折り込んで折ったところから丸めてベルトで留めて、はい、よくできました食事にしましょうっていうものです。はあ、いります？これ、特にお母さんが消しゴムカスが出るようなところで食事するのをとっても嫌うんですよ。あ、これはチラシでいいかなと思ったんです。うん、僕もわざわざいるかな。チラシとか新聞だと波打ってて字書いたりするときにボコってなるのが嫌だし、まあでも書きやすさで言ったらこっちですよ、うん、で一番書きづらいのはチラシ寿司の上で書くことです。紙の裏にいくらついちゃってる。お母さんやっぱダメだ、チラシ寿司の上で勉強できないよ。次は器のタツール筆入れ。タツールって何ですか？ボーイツールってことなのかな。なんか昔ありましたよね、こういうのね、買って入れて行くぞ、ドゥーカシャー、ででででででやんなかったですか？ベルトのボタン取ってください、はい、もう一つボタン穴がついてると思うんですけど、はい、そこに止めてください、はい、それで蓋を開けてから立ててください、はい、そうするとスマホやタブレットが立てられるっていう細工がしてあるんです。こういうことですね。めっちゃタツールじゃないですか。今ギガスクール構想というので、学校でタブレットを使って勉強を学ぼうっていうのが進められてるそうなんです。学校の机って限られたスペースじゃないですか、はいはい、容易に立てられて机を効率的に使えるというので、はい、メーカーが発売しました。こういってこういってこういくだけでスッといきますよ。めっちゃいいですね、はい、あ、これミットにもらいますよ、ボクシング。はい、マリタ、はい、ワンツー、いこう、ワンツー。お値段お願いします。税込みで2530円。ちょっと高くない？ちょっと高いかもしれない。バイヤーがちっちゃい声でちょっと高いかもしれないって言わないでくださいよ。次は北陽さんの子供宿題やる気ペン。何これ、体温計と鉛筆が結婚しましたみたいな。スマホと連動させて勉強をどれだけやったかっていうのを確かめることができるツールです。横にスイッチがあると思うんですけど、はい、ピカピカ光りました。書いていいんですか、はい、じゃあ美術の授業だ、いくさんの側へ頑張るぞ。鉛筆は何の鉛筆でもいいんですか？普通の六角の鉛筆でしたら。似顔絵描かれるの恥ずかしいですね。似顔絵描かれるの恥ずかしいですか？なんかね、似顔絵描かれるよりも全世界に流れる YouTube でバイヤーが値段間違える方が恥ずかしいです。じゃあ P に怒ってる時のイクさんを描きました。これがどうなるんですか？スマホで連携してどれだけ勉強したのかっていうのを親御さんと共有できる、はいはい、勉強したのが39分、やる気タイム18分って書いてあります。何分間電源入ってて何分間きっちり書いてるかっていうのも分かるっていうことですね。そうです。でも僕はこれは良くないと思いますよ。なんでですか？私は自分の子供を信じているから。参りました。おいくらですか？これがですね、はい、税込みで、はい、8580円。そうだ、さっき高いよ。国有さん、国有のペンを持ちながらヘを国有。続いてお願いします。ペンテルの暗記スナップ。一見普通
通のペンですよね。書いたものをスマホで撮影してどこでも勉強ができるっていう。そんなの普通のペンでもできません。それはアプリを見てから。あ、なるほど、なんとなく分かりました。これをカメラで撮るんですか。あ、なるほど、面白いですね。はい、でシートっていうボタンがあると思うんですよ。シート、はいはい。それを押すと、あ、それが指で動かせるんですよ。はいはい。わ、すげえ、色が変わって、すごいじゃないですかこれ。壇ノ浦の戦い、征夷大将軍、源頼家、源実朝、北条時政。すげえ。2014年発売でロングセラー商品です。すいません、はい、広報さんからお知らせがあるそうです。はい、アンキスナップのボールペンタイプは2019年発売です。あなた嘘つきです。調査が足りませんでした。一角の回見ました。アルバイト募集って見ました。見ましたよ。聞くところによると結構応募あったらしいですね、バイト。そうですね、はい。マリタさん今も働いてるんですか。今も行ってますよ。この間写真撮られたらしいです。え、飲みに来ていただいたお客様に YouTube 見てます、マリタさんのファンなんですと、はい、で写真一緒にっていうので。どんな方なんですか。20代の方だと思うんですけど。女性ですか。女性2人組の方に、はい、とても嬉しかったです。ありがとうございます。